よコンサート。詳細来ちゃった、ね。詳細来ちゃった。今日はね太鼓だよ。この間の最後のあ見つけたよ。見つけたことに。なんもない。わかったすぐ。ありがとう。バレンタインのコンサート来てよ。バレンタインね、ありがたい本当に。規制10人でコンサートをさせていただきます。高根のなでしこさんと村重杏奈さん。ちゅ、可愛くてごめん。リセットだよ。最前天使になりたいのうちの人見た、ありがとうございます。どうでしたか、見つけたよ。もちろん27日制服の目いきます。ワンちゃんカレーレモンを作るかも。作ってありがとうございます。嬉しいな。27日、千秋楽前のだよね。カレンは初めてうららちゃんとリンカと出りますね。嬉しい。11日ぶりか、結構だね。だってさ、お正月さ結構さ配信してたから、みんな寂しかったですか。ティーチさん神、ありがとうございます。ゆうきと最後ハート作ってくれたの、胸元湧いてた。作ったよ、ゆぶちゃんが。そのためにうちは作ったの。ありがとうございます。ライブって何県でやってるの。大きい県、大きい県って長野県、北海道か、県じゃないか、福岡県だよ。来てね。皆さんハートありがとうございます。さっちゃんのこういうの決まってない。難しい難しい。6つのしゃべり会もたくさん撮ったよ。全部スライド、ありがとう、たくさん撮ってくれたの、嬉しい、ありがとうございます。今お腹鳴った、うぅって消化の音が。29歴入ってます。バックダンサーだったらお会いしましょう。バックダンサー出たいな。どうなんだろう。カレーに買いすぎて5月の握手会、ああ嬉しい。もっともっと追加しちゃってください。こんばんは。というのよりカレーで配信が見れるのは幸せ。幸せ。今日はね久しぶりにね休みだったので、ずっとね休みがねなくて、あんまり、いやいやいや、今日はねゆっくり比較的できましたので、今日ねお昼まで寝ちゃったから12時ぐらいに起きて、12時ちょっと過ぎにビーバップ団長さんラブありがとうございます。もう今から俺には何話すかメモしてる。お楽しみ、話そう話そうね、たくさん話せるもん。
11日ぶりで最初は駅止めて待ってたけど1分で無理でああそういうこともあったね。ありがとうございます、止めててくれて。1分もすごいね、彼30秒しかでき、まばたきはできるかもしれない。先行出演おめでとう、ありがとうございます。新公演もね出れるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。嬉しかった、なんかスペリコ見てさ、最後リセット公演出れて全公演制覇させてもらいまして実はリセット公演は2番目に出る予定だったけど最後でした岩田くんがね、ねえマジで本当に可愛い声が入ってるね。福井さんファーサ、福井さんファン、福井さんファーサめっちゃすごいから押してください。押しそうになってる、押そうか押さないか、マジ迷い中の方は押してください。4公演コンプで満足したのでしばらくお休みしないでください。出たいなって思っちゃってるよ、思っちゃってる、全然思ってるよ。バラ86さん神ありがとうございます。カレー食べた？いいやん、カレーもやん、カレーもカレー食べた、メール見て切れたのね。金星白川取ったからだ、爆弾さ期待してじゃあ持っていく、待ってる、いや出らん可能性も全然あるんですけど出れたらいいなっては思っております。ショートレインボースターありがとう。リンカ酒が裂けたで、じゃあ今度言うね、いつだかな、今日が21、明日会うかな、明日23、パジドラリンカ出ないよね、24、まあ出た時に酒が裂けたっていうね。ミクリンズの通称かわいい、よかった、これもね取れて嬉しかった、はい、やったリンボーさんありがとう。たくさんたくさん神よ、駅ピタヤさんの生誕で初めてパフォーマンスを見ました、ものすごく目立てました、ありがとうございます、嬉しい。
ねねさんセットサインさせていただいた、嬉しすぎるね。あの、おいしいです。あって言ってくれた人、本当にリセット買いかった。本当ね、嬉しい。可愛かった。嬉しかった。彼は。また来てください。お待ちしている。実は昨日からカレンの桃屋編集し始めたけど、これはカレンレン沼にいいよね、沼ってください。それに見てるし、カレンレンメールの編集見てるし、してくれたらとってもね嬉しいの。あかりちゃんが卒業しちゃうね、のであかりちゃんの分のおたかつおたたかつを無理ありがとうございます。あかりさん、あかりさんとね写真撮りたいね。ちょこちょこ喋ってはいますよ。ありがとうございます。リセット公園カレンちゃん持って水中に座った時はなんか緊張した。確かに最前はね一番近いよね、緊張するよね、カレンじゃなくても。これで全公演歌えるので、いつかカラオケ配信はしたいなとは思いますけど。リトさん神ありがとうございます。ビーパップ団長さんキラキラありがとうございます。バツじゃないよ、キラキラだよ。先週食べた地鶏がめちゃくちゃ美味しく、食べたくなってきた。僕が今鶏ハム作ってくれてるので楽しみに明日食べたいと思います。まだね今日はできないらしいから、明日できるので朝食べて、なんか誕生会へ行きたいかなと思いますね。やばい、充電するな。誕生会3人プラス1人ですが、少ないですが、よかったら来てください、見てくださいリトさん風船、熊の風船ありがとうございます。さあやかけるカレンといえばカホユだよね。それな、さあちゃんと時々ね話すよ、フフフフ。前のオンライン握手会はこんな来てくれたんだ、こんな感じでしたんだよみたいな。あんちゃんハートありがとうございます。たくさん、うわたくさんたくさんありがとうございます。おっちゃんレインボースターありがとう。リセットとても良かったよ、ありがとうございます。見守ってくれてたねリトさん。なんかね最初はね緊張してね、ちょっと緊張してて、まあどの公演よりも一番緊張が少なかった公演ではあるんだけど、初日ね、なんか緊張して自分の内輪を探すことができなかったんだけど最初はね。でも来てくれるって方がね、結構っていうか何人かいたのを知ってるから頑張って
探してたらいた。いいな、嬉しかった。まず最初にうちは持ってる人気づいて、うちは持ってない方にも気づいて、これで普段よく聞くアーティスト HKT48 ですね。違うの、忙しくて、なんか最近ずっと公演とか覚えてて、その曲しか聴いてないし、うん、曲をなんか聴かなくなってしまった。あまり聴かなくなってしまったよー。もう年始カレーネメーで、はい、いいよ、してくれたらね、もう毎分見ます。だから毎分しても絶対見ます。はい、誕生会で写真サイン書くとき裏にコメント書いてるメンバーいて嬉しい。あ、知ってます、絶対書こうと思ってた、絶対書くよ。別の準備は万端ですか、どうなんだろう。でもお洋服決まりましたよ。サブレしっかり返事してます。したいだけ、本当に嬉しい、本当に嬉しいですよ、ショタ。かりちゃんの話書いてあったので、かりちゃんが話したい写真で、え、言ってありがとうございます。ちいちさん、ラブありがとうございます。そういえば会場でお話し会申し込みしたから、自我で、あ、直でんかな、話できるね、やった、嬉しい。さっきこうちゃんが、あ、そう、それ見てて、彼が見た時はミステイクだってた。夜の空に手をさん、つつつつつ、ジェラシーってしてた。取りすがりさん、なんだこれ、なんか掛け軸じゃない、習字書いてみたいな、ありがとうございます。カレーはしっかり食べた、美味しかった、久々のカレーでね、本当に全く食べてなくて美味しかったです。4月1日全員参加、そう、なこさんの卒業コンサート全員参加です。お気でも出れますかって言ったら、出れるよって言ってくださって、美味しかったです。来年メール来た、あ、よかった、嬉しい。甲子園さん、神、ありがとうございます。お、カレンちゃんたくさんおしゃべり会とか、さあちゃん全然撮ってない、ありがとう、これ撮ってくれたの、たくさん。カレングッズ買うの、え、なんでですか。え、どうしたん、お見送りするできそうだったけど、できそうだったけど、惜しかったじゃないよ。そう、なんかさ、たまになんか何も考えずにありがとうございましたって、あのうちわを見すぎてかな、お見送りの時にカレーのうちわないかなって見すぎて、ちょっと顔をね見るんだけど、そっ
こまで認識してないかもしれなくて、だからぼーっとしてしまって、あのあーってなりそうになるね。クリアイシーさん、クマさんありがとうございます。クマさんの気球みたいな。あ、キッドさん誕生日ですか今日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキッドさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。1月21日、おめでとうございます。ゆうちゃんめっちゃかわいい、ありがとうございます。ゆうちゃんハートもありがとう。このハートと猫ちゃんみたい、このハートと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 このハート誰がいいですか。エナちゃんの身長がつくなんてこった。え、全然いけるっしょ。ここは背低いし、ひなたんはまだ小学生でしょ。ひなたん全然追い越すと思うよ。追いつくだけじゃなくて、だってココハはもう止まってるぐらいじゃない、中3だし。で彼もまあ止まりかけてるんだけど、でひなたは中学生になってないでしょ。彼中学生で15センチ伸びたでしょ。ひなた140センチぐらいでしょ。155はいくかな、いかんか。まあ150はいくとは思うから、ココハが148だから全然いくよ。前に友達が黒い服に黒いペンでサイン書いてて見えんって落ち込んでた。服の色と、そんな黒い服がダメだね。それをさ考えなきゃいけない。彼も気をつけます。ホワイトデーには、一度間違ったよねホワイトデー絶対って思って、ホワイトデーには、二回し目、私の気持ちが、お、多分ねこうじゃなくてこっちにしてたかもしれないの。なぜだか飛び出して汚い子も、え、絶対見ます。終わったすぐ。キャスさん昨日誕生日？本当に？え、昨日ってリセットではないか。おめでとうございますキャスさん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア1月20日生まれキャスさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。見に来てくれてたよね。カレンの見間違いかな、リセット。パイプお話し会全部のブー取れたよ。ブーありがとう。ブーおちゃんハートありがとうございます。タミさん、カレラヤシさん、とクマさんのペンライト違う気球かな、わかんないけど、ありがとうございます。これ全然いけないの、感動でつらい。あーいいよ、大丈夫だよ。お話し会とか取ってくれてるだけで嬉しい、嬉しい。クリアシーさんありがとうございます。クマさん、徹夜のお見送り、あ、思い出した。渋みがね、あの、なんっけ、
コシンさんの前の人、前のファンの人が渋みのファンの人かだったのかな、ちょっと前の人がね。それで全然コシンさんに気づいてなかったからね、なんか衝動的にコシンさんだよって言ったよね。前回の準備からカレンちゃんとナナちゃんだったけど、今回はカレンちゃんだけ最高、ありがとうございます。ブタンチョさん、ハートありがとうございます。マイさん、頑張ってください。検定、カレンも検定した日もありましたね。ソロバンの検定を頑張った日もありました。会場はちょっと緊張しました。はい、猫ちゃんハート可愛い、可愛いよね。ハートと言えるのか猫ちゃんと言えるのかどうなんだろうかな。ビバップ団長さん、たくさんハートありがとうございます。めぐちゃん、ひなたに抜かれるとめっちゃ出てた。ひなたに抜かれるよ絶対。うん、彼も抜かれるかもしれない本当に。あたりさん、神ありがとうございます。ありがとう、誰も言われなかったか嬉しい。いい、カレンでよかったら言いますよ。全然昨日配信すればよかったね、ごめんね。確実に言いたかった。あ、ペンライトね、教えてくれてありがとうございます。りんなちゃん、アイスクリームありがとう。ねえ、レイヤーさんも全部のブー取れたって言った？ちゃんと291枚取ってる、倍取ってる、カレンの、うん、レイヤーちゃんの291倍。これライシーさん、キラキラありがとうございます。メガシメガイ楽しいから大好きがたくさん増える、増えて彼も増える、本当に一瞬に感じる。おしゃべり会ってね、本当楽しくて話せるのがみんなと。 RKB さん、レインボースターありがとうございます。推しが復活したので失わさずに、おにし会次から2人一緒に追加します。はい、よろしくお願いします。待ってるよ。12時かな、次は。ひそこいちバナナ食べた、食べた、食べたと、食べたと。ねえ、ミクさんがさ、バナナを配って言ってて、それ見ましたよ。うほほほほうほほほほうほほほほほおとといはちゃんと見れたのでよかったです。ミクさんのことうほうほほでおむくじで今年のラッキーアイテムピンクと紫の食べ物だったけど、ピンクはサーモンでも、あ、いいですよ。これピンクの食べ物が好きなんですよね。サーモンも生ハムもあるし、桃もあるし、ハムも好きだし、生ハムと同じ普通のハムも、ロースハムも好きだし、ピンクの食べ物全部好きですね。かまぼこも好きだしね。ティーチさん、
キラキラありがとうございます。6月前バレンタインと夏子の卒婚行ければたくさん話すことありそう。確かにたくさん話してください。おめでとうも言いに来てください。全公演制覇今まで一回もしたことなかったんだ。この間初めて、あ、見た初めて、ほんと、うん、嬉しいな。かりんちゃん、ペンライトの色はピンクと紫でございます。かりん、なんだ、初日と全公演制覇の公演も見入れてよかった。ありがとうございます。来てくれたのに、やっぱり見つけたもん。ありがとうございます。昨日英検やったやつ、どうだった、できましたか、自信はありましょうか。プレンタインいつも友達とかあげてますけど、どうなんでしょう。今年は先輩たちみんなにあげたいと思ったけど、先輩たち会えるかなってなって、あ、そうだ、バレンタインの日あれだ、高根のなでしこさん、高猫フェスだ、高猫フェスがあるので、まあ6期生10人にはあげたいとは思っております。生ハムは入ってください。生ハムも募集中ですよ。誰かが入りたいって言ってた、渋みかな、渋みが生ハム入りたいって言ってた、生ハム部だから今生ハム部に 2名入っております。次はしびちゃんの生誕でお会いしましょうね。しびちゃんの生誕は、しびちゃんっていつだっけ、誕生日、やばい、誕生日プレゼントを買ってないことに気づいた。ハムって何かつけたり何かと一緒に食べてる、それともそのまま、そのままの方が多いんですけど、時にはきゅうり、時にはクッキーみたいなやつ合うんですよ。クッキーみたいなやつ、まあお店で出るから食べてるんですけど、時には野菜、ほとんどそのまま。種類あると色、うん、2種類だよね。普通ピンクとピンクって人もいるし、ピン紫と紫って人もいるし、青とピンクって人もおるし、カレーはピンクと紫でございます。素敵に感じ欲しいってなってるけど、ひとりみくちゃんも、あ、知ってるよ。圧倒的にカレーちゃん欲しいなら嬉しいです。カレーも肉ちゃんさん推しなので一緒だね、推し活しよう。カレーね、気になります。早く公園で会いたい、会いたい。カレーも高根公園です。横浜、そうです、横浜、なんだっけ絶品横浜ですね。 ぜひぜひお待ちしておりますよ。ゲマーさん、神ありがとうございます。神キチビ会えるね、パチタ、もう明後日やね、会えるね。ココちゃん久しぶり、やん。シュミちゃん3月絶対違うでしょ、本当に？あ、3月23？ 4月23やったらさ、渋みだねって思って。ごめんなさい。27日のラス
前制服の目突然したから楽しみ、彼も楽しみ、彼のうちは待ってますよ。じゃあ息子もね、あの初めての会場でおしゃべり会のとこですね、5000人ぐらいだっけ入れるのが、悲しい。ビーバップ団長さん、だるまさんありがとうございます。ティーチさん、レインボースターありがとうございます。日高屋くん、ハートありがとうございます。4月23日渋みだよね、たくさんありがとうございます。日高屋くん、ハートありがとうございます。たくさん、ラッキー生の中でもカレンちゃんが一番気になってる、最高。カレンしか勝たんの、最高。ありがとうございます。ツイッターにも書いてくれてましたよね、見たんだ。咳が良くなる、おまじないかけて、チチンブイブイのペイかけた、かけたんですけど、ケロケロ、になって。4月23リチキ、あ、リチキの誕生日か。で4月23がリチキで、その次の日が国派の誕生日かね、知ってる。リチャポヨやん、リチャ、リチョパやん。リチョパの誕生日ですね。リチョパはこの前ね、パジャドラの日にあの誕生日プレゼントもらいました。ハイライトキラキラもらったので、まぶたにつけました。おっとといの伊勢と公園で19日、え、さっき来てくれたよ、公園行った友達がコカレン可愛かったって言ってたよ、嬉しい。嬉しかった、見てくれて。カレーうちは作ったよ、お友達の、お友達がカレーのこと好きってことかな、ん、どういうことかな、そういうことだよね。そういうこと。サナさんも作ってよ、カレー、サナさん用の自分ラッキーセイで挨拶はカレン、カレン推しです、してましたよありがとうございます。この月会いに行って、お願い、握手会とかのですか。楽しみにしてます、嬉しい。だんだんね、上げていってるの、乗せていってるの、本当にみんな可愛いやつ作ってくれて嬉しいな。カレンちゃんのうちはちょっぷり、もう売ってないんじゃないかな、県外なの、そろそろ、あ、県外なの、公園行きすぎてるから、そろそろ自粛しないと。自重自重って何、自粛って思った。公園行くときうちは持っていく、お待ちしております。うちはで最高、タイミングさえあればカレンのうちは作って声向かうようにします。ありがとうございます、嬉しい。かわいい、作る、作ろうかな、作って、ななカレン、ななカレン好きになって、次長なんだ、ありがとうございます。次長、次長します。赤にゃんと、撮りたい、可愛くない、本当に可愛くて、可愛くてずっと岡野さんの写真見てた
対撮る、絶対撮る。コンサートに入ってないけど、うちだけ買いに、うちだけ買いに。ちょっと珍しい、初めて見た。会場来てくださいよ。主役の目から描いて多いよね。泣かないで、大丈夫だよ。下手には仲間の歌の最初か。あれで行くね、楽園の階段で行くね。楽園の階段はちょっと上下手だよね。他は最初なんだっけ、最初神だよね。合格キスも神だよね。アンテナも、あ、アンテナのサビなんだっけ。あ、神ってやね。うん、制服の目は最後ね、下手いくよね。で、ジェラシー神って、ダウトは、あ、ダウト下手やね。ダウト下手、ダウト下手。仲間のあった神手じゃないっけ、下手だね。石も神手だね。まあ他は神手やね。ごめんね、なぜか神手が多かった。しかもし神してきた、当たりますように、絶対当たって。カツサイサさん、クマさんありがとうございます。このパチャと取る、取る、絶対取るよ、絶対取る。ジェラシー、じゃあ疲れた、すいません、仮にボード、え、か、代わりじゃないよ、もうボードは、ボードはもう主、ボードは嬉しい。レンレンのポジが大体分かったし、前後へ左右が重要的。え、それはそうだよね。真ん中やったらいいけどね。かしんさん、でももう制服のねって分かんないよ。カレンがずっと紙でとは限らないから、覚悟していて。じゃあ持っていなかった、でいなかったら光ボード持って、嬉しい。光ボードって見つけやすい、本当に光ってるから。お待ちしておりますよ。でもずっと髪で見てました。本当ですか、嬉しい。どこにいても反対側でも見つけてくれるから、天才ちゃいもんね、ラブ。だけうちは2個持ってるから、今回だけ許して。今回だけ、え、どういうこと、どういうこと。あ、昨日、ん、おととい、うちは2個持ってるくれてるの、おず、ん、ん、ん、あさってですか。なんかの曲の時めちゃくちゃ洗ってくれたの、何の曲だっけ。洗うよ、洗うよ。ユイナの初ユニットはもう誰もが予想してたよ、本当に。あ、くくるくる、おいしそう。夜勤中なのにありがとうございます、嬉しい。お疲れ様です。ベイブアップ団長さん、言った、クマさんのペンライトありがとうございます。ここにいても目を引くカレンちゃん、お互いに見つけ合えるの幸せ、幸せ、見つけるよ。
やばい、目に光がなくなった。どれがいいんだろう。天使の尻尾ね、やりたいですね。可愛いよね、天使の尻尾って。いつかやれるように頑張ります。ワンちゃんニコニコユイナガジャンヌのセンター、あ、それは可愛すぎる。もう何が何でも可愛いよね、ユイナね。チーム初めての福井ダーズね、本当に制服の目指させてよって感じだったんですけど、言うとね、なんでるのって。でも頑張ります。絡むとかあるかな、見ると。一番仲いい先輩はね、イブちゃんだよ。でもクリナさんと結構喋るけど、イブちゃんは面白い、本当に面白いね。ちょっと失礼かましても笑ってくれますね。カレンちゃん天使の尻尾見たい。天使の尻尾いつか待ってて。ユイナステージ迷子でもね、分かる気持ちもあるんだよ。彼も本当に迷子になりそうになるもん。本当にパシャドラって本当に立ち位置が多くて、ユイナあれ覚えテンパらなかったらできたのかな、分かんないけど、覚えれたの本当にすごいよねって思って。彼の小5の時は絶対覚えられないもん、本当にあんなダンスに立ち位置に本当に無理。絶対セリーに1列目か2列目か3列目どこかなみたいなとか、もう絶対無理なのに本当にすごいなって思います。まあ彼もすごい、うん。紫図でもでも見たいな。でもでもね、彼好き。なんかね、曲が好き。そうなの。てかパジャドラユニットそんちゃんパジなの。本当に嬉しかった。ゆちゃん TikTok ぜひ出して、あ、撮りたい TikTok TikTok。 全国もう終わり、休憩頑張ってください。全校遠征はありがとう、おめでとう。さあちゃん生誕のロッキーの時が、じゃあ3本、じゃあ渋井ちゃんと3本ってことかな。まあさあちゃんの生誕だから、さあちゃんのお茶をってはなるよね。食べなきゃ食べられないようにね、ならばいっそ、あ、食べちゃいたいですね。おいしそう。あ、やばい、もう終わる。まだ終わらない、一枚。やばい、ピアってちゃった。じゃあ前にメンバーいると立ち位置が見えなさそうだよね。まあ立ち位置が見えないときは間にいよう、先輩の。
あ、見送りのアイドル忘れてしまった。受ける。なんか気まずそうだった、小石さん。ぶーちゃんと年齢で言うとどっちが上だと思いますか？じゃあな、イブちゃんとカレンはどっちが上でしょう？まあみんなはカレンが上に見えるかもしれないね。うん。とりあえずおしゃべり会目標枚数は達成したけど話したいことありすぎるからまだです。プリンセス2年ありがとうございます。隣だったから頭抱えた、ごめんね。仲良しで趣味の仲良しなんですよね実はね。普通に2人でお買い物も行きますし、2人でスタバも行きましたし、二人でクリスマスマーケットもやっちゃったんですし。ということでランキングを見たいと思います。13位あたりさんありがとうございます。12位わら86さんありがとうございます。11位甲子園の方程高田屋さんありがとうございます。10位 TH さんありがとうございます。9位リバップ団長さんありがとうございます。8位稲川くんありがとう。7位クリレーシーさんありがとうございます。6位さよならカタルシシンのいてくてさんありがとうございます。5位ゆうちゃんありがとう。4位りゅうきちぽんぽんまるさんありがとうございます。3位は PK ストリスガリさんありがとうございます。2位はやったんありがとう。1位はリードさん。ハート作るの難しい、ありがとうございます。お誕生会楽しみにしてください。緊張するな、なんかさそういうのが緊張する。ダンスとかよりも緊張するかも。なんかおしゃべりは苦手な。大好きさんありがとうありがとうありがとうございます。仕事頑張ったら彼と話せるって考えたら余裕で頑張れます。彼もみんなと話せるって考えたら余裕で頑張れます。ということで頑張っていきましょう明日からも。みんな彼に会いに来てねっていうことで、さよならカタルシスになりたくてさ音符ありがとうございます。コーナー何するかもう決めてらっしゃるよカレンは。もちろん、はい、楽しみにしていてください。最後まで見てね、ちゃんと。